ハイゲーがちょっとかすって、まああんま考えない方がいいのかなと思いました。さて次の曲ローラですが、まあ何を考えてたかというと、まあまた芸能ネタのためなんですけど、まあ、僕会社でかなり適当な人間と、まあ概ね評価されてます。いい意味で。でただまああの例のローラもすごい適当だと。でもいやお前のがすごいと、お前は彼女は、まあ、ほっぺに輪っか作りますけど、お前はおでこに輪っか作って OK とやれとで、まあ、上司に言われましてですね、やらされております。身内しかということでローラです。よろしくお願いします。
これに聞いてられて、最初ね、ただいま、私作曲、曲名忘れちゃったんですけど、何でしたっけ？オーラ、オーラ、オーラ。あ、そうだよ。これをやりちゃったんですね。はい、はい、はいですね。まあ、そんなことは置いといてですね。次に最後の曲になりました。もう次、もう最後の曲です。最後の曲はですね、デューク・エディントンという、まあ、ちょっと有名な人が作りました、コットンテールという、曲なんですけれど、そうですね、デューク・エディントンのオリジナルの版っていうのも有名なんですけれど、今日の、お送りする曲はですね、バディ・リッチという、またこれまた、ビッグバンドの中では有名な、人がや、のバンドでやっているアレンジでお送りしたいと思います。ということでですね、さっきも言いましたけれども、最後の曲ということですので、この曲が終わり次第もさっさ と、上がろうと思ってますので、引き止めるようなことは決してなさらないようにお願いした方がいいですか。そこまではしないですね、まあ、自由にお任せしますので、ください。
当店 の、 マスターであり、このバンドのトランペットなんですけど、高橋です。よろしくお願いします。今日でこのバンド2回目、ここでライブやるんですけどね、いっぱい入っていただいてありがとうございます。2回目のが1回目も良かったかな。最後の曲ですけど、ピックアップザピーセスといって、アベレージホワイトバンド。結構皆さん、古い人で知ってると思うんですが、懐かしいビッグバンドアレンジでした曲です。1970年代です。それと、忘れました。さっき の朝日ジャズ祭りのおかげですね、8月25日、墨田区のトリンフォニーホールですね、小ホールなんですけど、まあ、260人入るホールで、このバンド8月25日になります。帰りがけに会計の時に、招待券として一応お渡ししますんで、枚数はいっぱいありますから、お申し入れください。では、行きましょうか。ピックアップザピース。
Thank you.